始まりました。YDA プレゼンツ MBTI で見る NSC 一席アマルミ。いやあ、噛みましたけど。はい、すみません。MC 初めてでございます。すみません。今回の企画は MBTI で見る NSC 一席アマルフィンということで、はい、我々さんアマルフィン3人、うん、はい、上村、講師、ハスキというんですけども、はい、MBTI の診断を行ってお互いの結果を予想して、はい、診断結果を当てるという内容です。 お互いの MBTI を MBTI 流行ってるやつやな。 MBTI とか知らんねんけど。あ、知らない MBTI、 はい、じゃあ何てるか正直でも俺もあんまり知らんねんけど、どう、その全く知らん。いや俺これをやるっていうので初めて知りました。ああ、この連絡で初めて MBTI を知った。そうそうそう、 MBTI ってあんねやね。 MBTI やったこともないんや。ないとか。そういうもんでも分からへん。いや、そうそう、意味が分からへん状態なんか。だからなかなか不利なんだよね。じゃあ、まあ、お互いの結果を予想してみたいな。暇かどうかとかね。違う違う違う、そんな外部上村だいぶ不利で、違う、だいぶ不利で。ほんで当てたらええから。別に暇やったら負けとかじゃん。当てるとかだよこれ。そうそうそう、お互いの結果を当てるという。はい、マスキは知ってるけど。MBTI は俺やったことある。あ、マジで？うん、2回くらい。なんか、これは S によって変わらない。2回ってどういうこと？なんか、簡単に言うと心理テストなのよ。こういう時どうしますか？はい、いいえとか。ほんまや、ほんまに？そうそう。でも、その、やる人によって、はい、そのカッコつけちゃうとかあるやんか。親の前でやったら、あーは、答え方が変わるとか。サイコパス診断、サイコパス目指しちゃう。そう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 。ああいうやつでしょ。あの感じやから、2回とも結果ちゃうかった。あ、そうなんや。そうなんや。うん。俺は今も同じやつなんだよ。一回カッコつけた日があった。あ、なるほどな。そうそうそう。その、自分でもう思いっきり向き合ってみたら、結果ちゃうから。そう。今回はだから、ちゃんとしような。そうやな。カッコつけようと。カッコつけずにやろうって。うん。で、MBTI 診断のちょっと説明だけさせてもらいます。そうですね、ちょっとしよう。今、世界中で注目されている4つのアルファベットで、性格を16タイプに分類することが特徴の性格診査。性格ですね。簡素な質問に10分程度の診断で個人の性格を16タイプに分類。16タイプ？こう分かれんねん。16タイプも分かれんねん。あるんや、そんなに。分類でもいっぱいあるよ、これ。ほら、例えば興味関心の方向、外向型が E で、内向型が I、 物の見方、感覚型が S と直感型が N、 判断の仕方、思考型が T で、感情型が M で、外部との接し方が判断型が J で、視覚型が P。 ほう、めちゃくちゃ多い。これは上からいろんな割合、これで16タイプ。あ、4つだから、MBTI でその4つ何かがあるんや。なるほどね。はい、組み合わせ、組み合わせね。ほう。で、組み合わせの例ちょっと見ていきますか。うん、INTPINTP になると、はい、論理学者っていうの、こんなんもあるんやな。学者まで論理学者が向いてるってことなのかな。あ、そういう仕事だったんだね。分からないけど、論理学者と同じような性格みたいなことだから。で、論理的かつ分析的な思考家で、物事を探求すると同時に、うん、独創的な発想による問題解決能力に優れている。めっちゃ褒められてんねやろな、たぶん。あんまこれってどうなんやろ。 MBTI ですよ。あなたはクソですみたいな結果で褒めはするんじゃない。全部それこそやった時はどういう結果。じゃあ俺だから言われへんのじゃ。それはだから、あ、お前、うん、あ、変わる。それはお前あかんねん。お前やめて一気に終わるとこや。なんかちょっと嫌なことって書いてある。あ、その論理学者でも集団に属することやチームワークを求められる作業が苦手です。なるほど。あ、マイナス点もあるよ。教えてくれるんですか。INTP でだよっていうのを公表してる芸能人はあのちゃんさん。おお、めっちゃいいよ。ハリセンボンのはるかさん。おお、めっちゃいいよ。なるほど、めっちゃいいよ。そういう感じ。いや、確かにめっちゃいいやん。めっちゃいい。そう、あっちをあっちを目指してる。目指すとかない。あ、違う、タイプ。それこれ今回の企画説明しますよ。はい、この MBTI 診断を我々全員がね、全員行って、はい、自分以外のメンバー2人で、うん、俺やったら講師とハスキやろ、うん、のアルファベットの組み合わせを当ててもらいますと。なるほど。で、アルファベット1つ当たるごとに1ポイント。
だ最大8ポイント獲得できると。なるほどね、はい、この4つのカテゴリーに、はい、どっちが内向型やなってことはあいにあったりとか。そうやね、そうそうそう。でもマジで言ったら同級生当てれる。いや正直当てれる気する。そんなせんでええぐらい。だいぶ前から一緒におるわけやから、うん、これは当てれるよ。これはマジ当たるって。うん、もう始まる。結構難しい質問。結構でもこの7段階ぐらいに分かれてるのめっちゃやりやすい。黙ってまんな。雑誌が切り込んだ質問してくるね、これ。あ、怖え。話しかけてたよ。めっちゃ怖いじゃん。なかったし。怒りっぽいって今分かりましたハスキーが怒りっぽいって。あ、もうイラチやな。そう。いつ結果出るか分かんないけどさ、こう、いや、そうやってたかもな。まあでもまた 30% やん。自分で話してる。自分で話してるわけない。自分で話してる。これでも監視してほしいな。いや、嘘つくやん。嘘ついていっちゃうかという。俺、ハスキー怪しいと思う。いや、俺は結構極端に言ってる。それこそ今日、後ろにおる方、女性多いからやっぱり。ちょっとでも、生活をしたいで。言うても取れるやん。なんなら。むずいな、ちゃんと。うわー、いや意味わかんちゃう。いや、今、LINE 来て、はい、あ、誰か、あ、LINE 来てもらったと思ったら、うん、ハスキーから LINE 来て、ハスキーカメラ来たねって。いや、いらんって教えないよ。いやいや、分かってるから。じゃあ、カメラおる。分かった方がええやん。今のカメラ。カメラ来たね。普通言うたよ、若いね。確かに、みんなのやつ気になるわ。いや、だいたいこういう風に言ったんやろって。飲み会行きたいもんな。じゃあ、いろんな人がおるよ。違う違う違う。飲み会に行きたいな。いや、確かに。それこれ聞けんだよ、私、君なの。みんなこれ。お前、嘘つけよって言われてたやん、これ。でも、一瞬、めっちゃ盛り上がりたいな。なあ。一瞬だけ。倫理的なジレンマについて議論するの好きってこと。またそこなの。だいぶ前すぎだ。どういうこと。いや、確かにその倫理的なジレンマちょっと難しかったけど、うん、ジレンマだからそういうなんかあるじゃん。ジレンマ なんていうの。まあ、そんな別れてるのにさっき行くなよ。いやでもなんとなくあるじゃん。なんとなくで行ってもあの、あ、なるほど、うん、捨てる問題。そんな一問では捨てる問題じゃん。受け身行くじゃん。嫌な質問たまに来るよね。誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるかを考えてしまう。嫌な質問じゃない。落胆するの確定してんのよ。分かるねんな。でもちょっと落胆された。え、いや、そんな親なんかだいぶ落胆したよ。親そんな落胆したよ。でも栄養士の大学まで出して、今芸人やってねえから出してます。ほんでこんな体験になってるだろ。何も守っている。うわ、もう俺終わるわ。早っ。ちょっと漫談やったほしい。漫談つないでる。あーっす。あ、もう出たやん。出た。いや、でもちょっとわかるな。ちょっと照らし合わせたらほんまそうやけど。あ、そう。だからこそ当てられるかも。いや、でもマジでこれ当てられるぞ。マジこれ当てられるわ。じゃあもうこれで2人のあれっすね、なんか予想も立てつつやるの。うん、絶対当てれるわ。マジで。え、幼稚園から一緒なんですよ。ちょっと待って。全部落ちた。これはね、途中3回が多分当てられへんから、ちょっと1個当てれたらラッキー。ラッキーぐらいの感覚で。タスキは全部当てれるけど、ウェブは絶対当たる。うん、なんでそんなこと言うの。途中参加だと。お前の人生の途中参加。ここ途中参加型があった。お前ら2人とも俺からして途中参加。俺途中参加型ってすごいの出た人おる。すごいの出た。
すごいよ。すごいの出した人が。何これ。めちゃくちゃすごいの出した人。そこ上げて、そこ上げて見つけてよ。俺のじゃあ後ろに。怖っ。うわあ。オッケー。自分の出た。マジ？いやもう立てれましたわ。絶対当たってる。っていうのは全然考えれない。ね、いや勝ちたいなこれマジで。全員8ポイントが一番ハートフルやもんな。いやこれハートフルな気分じゃないやんか。誰かはマジ当たってほしい。いじってた。再生回数ってことすごいっすね。いやすごかったな、だからめっちゃプレッシャーなんよ今。でみんな何万再生みたいなってそのすごかったね。これこの MBTI やってる人の再生回数すごかった。数万回、数十万回って万は硬いだろ。なんで自信やん。万は硬いね。なんで自信やん。全面に万出したことないよな。まあ、ない。それこそ、まあ、イノシカチョウさんの YouTube で大食いしてもイノシカチョウさんもあれだろ。あでも行きたいな。初万回再 生。これはね、これでな。はい、行きました。あ、行きました、はい。マジで当てれる。当てますよ、これは。まずは講師の予想発表。あ、俺の予想発表。はい。講師は ESTJ です。 ESTJ。 これはなんで ESTJ ですね。なんでやと。これ興味関心の方向、これいいんですよ、外交型にしてるんですけど、はいはい、これほんまにいろんなことを多分講師結構音楽も好きですし、はいはいはい、言うたらまあウルトラマンとか好きですし、ね、うん、だから先輩がだから勧められたりとかして結構見たりとか、ああそうやな、結構するから、まあ、これは外交型なんじゃないかな、はいはい、ここは硬いと思うな。マジこれは硬い。そう、そこからがなちょっと物の見方、まあ、そうやで。まあでも直感型より絶対感覚やと思うな、こっちの星は。もうなんか別にその理由はないけど、はいはいはい、でほんまなんかいいとかで買ったりするフィギュアとか、なんかこの感じめっちゃなんか良くない、とかで服とかフィギュアとか買ったりするから、俺 S だと思う。 S ね。うん。でこの判断の仕方、うん、これは絶対 T。 これやった硬いの、これ絶対 T。 その思考型 T、はいはい、絶対ちゃんと考えてやる。なるほど。 F の方の感情型では絶対に、はい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 、もういろんなことを、だってそのアマルフィンの判断みたいなのを任せてるのは全部講師なんで。そんな違い、確かに出席も取れたんですから。それで、それと判断を間違ってなかったという意味で、ね、絶対ちゃんと考えた。あー嬉しい。いいです、はいはいはい、で外部との接し方はちょっとここ迷ったけど、一応判断型にしましたね。なるほどなるほど。判断型、そこ迷ったね、はい、俺もここちょっと迷ったよな。俺はでもこれでいきます。 ESTJ。 ESTJ で、はい、ハスキューいきます。はいはいはい。 ISFPISFP 全然ちゃうよ。だいぶマジでどっちかや。全然ちゃうな。だいぶびっくりした。昔の講師ちゃうこれ。いやそうやな。だから大学時代を知ってる俺か、いやそうそうそう、幼少期から知ってる俺かと思う。いや多分な、ね、まあ、この部分は変わって、そう、幼稚園とかね。そうやな、うん、興味関心は内向型。はいはい。なんでなんかな、人がさっき言ってたけど、な基本あんまり勧めなもったものとかは見ないかな。ゲームとか勧めてもらってたし。じゃあ俺と全く違う。違う違う、ね、理由も違う。全部違う。どっちか間違えてる。物の見方は S、はいはい、S ね、感覚型、はい、これ一緒か。これはな、うん、そうよな。そうやね。なんでハスキーかね。なんでな。なんかな、中学の時とかも、うん、なんやろな、そのバスケとかで、はいはいはい、練習試合とかで、はいはい、1回目の試合の時に、なんかあいつにちぎられて、あいつにちぎられて、マッチアップした相手をあいつにちゃうんだよ、次の試合で、さっきはごめんなさいって謝られて、あいつめっちゃいいやつ。いや、いや、いや、考えなかったやん。これダサい感覚だったやん。ちょっと感覚ダサい感覚 DS ちゃうお前。でマジで言ったら満再生言ってほしくないで。いやでもそういうとこあるよな、ほんまに。初めて会う人全員大嫌い。そうですね、初対面は全員嫌い。めっちゃ喋ったら仲良くなる。うん、もののな。そうで次
F ね、判断の仕方は感情型、ほんまこれもさっきと一緒に言う。コは俺 T やと思うねんけどな。それ最近の講師だから。最近の講師の方がええやろ。かっこいいやろ。でもね、コが変わってないっていうハスキーの考察やろ。そう、俺はそっちで言った。でかい部との接し方がね、変えたのよ、J から P に。あー、なるほど。なるほどな。そこは迷った、俺も。そうやな、あんまり。これなんで P に変えたの？いや、なんかな。あんまり意味が分からないでしょ、近く型の意味が。いや、よく分からんって、お前、なんでよく分からん方言ったの。でも、ちゃんと考えて外部とは接してるよ。なんかあの人とはあんまり喋らん方がいいよとかもよく言われてきたじゃん。もうじゃあ、俺のマイナスアプローチの友達。だいぶ嫌だよ、俺。あの友達とはあんまり喋らん方がいい。嫌だやつやな。じゃあ、そういうじゃん。やばいやつとは関わらない方がいいよってちゃんと教えてくれてたから、やばらに人間がおるとこ行ったりとかしてたからな。そう高三はな、高三から一緒やけど、うん、その高校時代は俺と講師めっちゃ仲悪かった。仲悪かった。そうやっちゃった。それお前の性格のせいやったんや。お互いが ESTJ と ISFP だからどっちかは全く手配られへん。確かに全然ちゃうねん。お願い、ほんまにやばい。さあ来ます、答えはダン INFP。 やばー INF マジ FP、 よっしゃマジ参考だったいや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 いいやろお前いや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 お前嘘つけるわ参考だった嘘つけるわ。いややばいかお前、ええわお前、ええわもうええわ。もうええわ、ちゃん。真剣に答えやった、勝った、絶対勝った。もうダメ。ESTJ やって、お前は。いや、これやって。あ、ええね。これ出た、ほんまに。出た。冒険家？ね、これは、仲介者。仲介者。仲介者。だから仲介者は自分の利益を試みず、大義のためにいつでも手を差し伸べる。やばい。嘘つけやん、お前。何がやねん。優しい人やろ。何がやろ。仲介者めっちゃええやつやん。めっちゃええやつや。ほんまに。そうそう。でもそれこそエネルギー内向型 67% で、うん、内向型の人たちは有意義で神のある交流を好む上で、交流の機会比較的少なく満足します。落ち着いた環境に惹かれる傾向。俺ずっと芝んちおるやん。だってなんやん。だから死んだら同期の家におることが。だからその一個深みを入れる交流入ったら、うん、それ以外を別にそこまで深く少なくしても満足してしまうっていう。何点？6点。俺6点やん。いや、ちょっと待って、なんで1個いいの？終わんのかも。冒険点数の8点。俺とか発表なしで終わる。当たり前やん。確かに。マスクしかやんないやばいだからハスキーはやっぱり幼馴染みな感じがするというか、やっぱ途中から入ってきた途中参加型人間にはやっぱり当てられる。途中参加型ってないいや、ちょっとよくないな。その FB って17個目やろ。これがやっぱり17個目、途中参加型ちょっとショックやったな。ちょっと次やろう。次、誰のやつ？俺のやつ。いや、さっき上村のやつ行く。上村のやつ行って、俺らが予想を。東村行こう。ちょっと、何パターンかよ。ないじゃあ、これで行こうって。ないこれで行こうって。いや、そう俺から行こうか。あ、そう、外されてますからね。俺は当てます。これです。 ISTJ。 ISTJ、なんでですか？いや、興味の関心は、はい、内向型やと俺は思うねん。なるほど。もう決まって、ね、それこそもう一個決まったらもうそれしか見てない。基本なんか新しいものを見るイメージが全くない。まあ、なるほど。まあ、ねはない。いや、それこそジャルジャルさんが大好きなんですけど、もう毎日寝るときにもう寝ながらここにずっとあのマイストーブを流しながら寝てるやん。そういうのはジャルジャルさんのコントは全部一緒やってる。言ってましたよ。ずっと新しいものしてる。ずっと新しいものしてるよ、あの人が。言ってましたよ。いや、だから他のものに興味がいくというよりかは、なんか、これって決まったらずっと、確かに。例えば、その、サイゼリアでも、ああ、まあ確かに。しか頼まない。今日は今、バシッとしたは、絶対ない時ある。う
グリルチキン。若鶏のディアボラ風ね。若鶏のディアボラ風と、昔やったエビとブロッコリーのパスタ。いや、今日あの焼きチーズドリア。何個も聞いてる。カラミチキン。何個も聞いてる。何個も聞いてる。パスタ。ほんま。これ、2回頼むからな、これ。あ、そう、2周したやつ。そう。とかやから、やっぱ興味やっぱ絶対愛やと思う。確かに。それは、それめっちゃしっくりした。で、物の見方は S。絶対感覚で、あ、なんかこれ良さそうやな。とかで絶対言ってる。お前の説明と一緒やん。俺がその S の説明したのに。いや、でもほんまにそう。なんかこれやからいいとか、うん、何々やからいいとかじゃなくて、はい、これ良さそうやったで何か物事全部買ったりとか、なるほど、してる全部を、はい、で、判断の仕方は絶対っていい。思考型やん。もう全体に考えてからじゃないと答えは出せへん。そうやね、全体何かあっても一回黙り込んで考えて、そうやね、あの、すねて一回帰ったりとかするから、そういう答えなんだ俺の。何やすねて帰ったりするんだ。一回家に来たりか。最後が外部と接し方は J、 判断型だから、うん、あんまり上村からその外部と接してなんか頑張って自分から言ってる感じがないっていうか、なんか、まあ、確かに自分で決めてからじゃないと、うんうん、合わへん人みたいな。そうやな。なんかその場に流されて一緒に行きましょうみたいなタイプじゃないイメージがあるから。なるほどね。判断型だ。これは ISTJ を絶対。ISTJ なんや俺は。絶対。王子から見た俺は。絶対嫌だって。あ、じゃあ次ハスキー行きますか。行きます。はい。ISTJ。ほら、ほら。ISTJ。絶対これ。マジで。ISTJ。絶対これや。びっくりした。全部一緒や。いや、ね、すごいね。いや、もう全く一緒よ。一個も巻き戻してください。じゃあ何やねん。はい、内向型でしょ。そう、はい、興味関心の方は内向型や。そんなにハマったらずっとそれ。そう。もうこの一個っていうイメージしてる。ハマったらマーベル全部いるし、まあ、ガンダムハマったらガンダム全部いるし、そう。大向型でしょ。他に行くってない。物の見方は感覚型やな、うん、あんまり直感で動いてるイメージないですよ。ちゃんと考えてから動いてる。絶対判断としても。 T 思考型、はい、はい、そうやね、頭悪いくせに考えてるからじゃあ頭いいことだけ下がっていく。T でしょ、はい、で外部の接し方が J、 判断型、判断型、はい、ちゃんと考えて、うん、友達な、では一回付き合った友達が長い、うん、あー、まあ確かそれはあるね。なんか教習で一緒になった海外の男の子と今でもずっと確かに京都とか二人行ったりして、いやいやいや、分かれへんけどな、あれは友達よ。いやいや、これはでもマジこれよ。確かにそこまで思われてんねん。そうやな、こう思われてんねんで、うん、絶対当たってる。いきますよ、じゃあ。え、じゃあマジで答えいきますよ。僕が出た答えはINFP。 一緒。俺と一緒。全く一緒。周回して。いやいやいや、もう俺と一緒だ。お前俺と一緒です。アマノフ二人周回者多い。俺一人独裁者や。周回者ですね。そうなんや。ってことはどれぐらい？全然当たってる。一点。一点。一点。嘘。一点。カッコつけてます。いや、そう、全部言いたい、お前に。何が全く一緒のか、全く同じ結果に出てるし。ショックや。ゲロス。何にも分かってん、俺のこと。ちょ、お前、0点やん、それで。直感型じゃなくない？もう直感型。え、これ自分で見てどう思うの？え、直感型って、だから、もうほんま、もう、うわ、審査やったやん。51% 直感型。あ、なるほどね。あ、じゃあもう質当たってるよ。いや、わかんちょっとちょうだい、ちょっとだけちょうだい。 1.5 これ0点0点のやつがいいよって言うわけだ。感情型 83% えー、どういうもんでしょう。え、感情型の人たちは感情表現や感受性を大切にし、共感力や連携、社会への調和を重視します。ほんまにそう。すごいな。すごい。俺聞いたらそう。いやいや、俺がだ。お前が。マッチさんは俺も一緒やから。
俺も一緒やん、書いてるやつも一緒やん。ほら、91探索型。探索型って何？探索型って何？あ、まあこんなんもあんの、あんねやろな、多分。それはいや、探求型の人たちにアドリブを何かをしたり、さまざまな機械に対応したりするのがとても得意。ほんまに今大丈夫？そうらしい。MC 始めてるけど、やっぱいっぱいできてる。できてるだろちゃんと。絶対ちゃんとできてる。なるほどね。こうなったら、俺3、ね、4点か。だから、アスキーはもう4点終わり。4点。だから逆転する方法は俺は4点フルマックスで取るやろ。で、だから、勝つ道はないよ。勝つ、だから勝ちはないな。引き分けに。引き分けに持ち込むしかないな。だから、アスキーはマジで当てるよ。そうや。あ、俺から行くかもじゃん。ああ、はい、ちょっと。これです。INFJ INFJ まあ興味の関心はもう確実にない子型です。もう昔、あ、そうですか、昔進めたものとかは絶対見てくれませんでした。なるほど、お互い見てなかったよ。なんかお互い見てませんでした。進めやって何も見えへんっていう、はい、きっしょい関係をしてました、ずっと、はい、2人と、うん、で、N ね、物の見方は直感型、直感なイメージあんねんな。そうやな、かわいいとか綺麗とか、うん、わからない、それ超感型なの。ちょっとでも美しい言葉言うもんな。あれや、鳥の話がやってきた。鳥の話、あー、そう、鳥がね、なんかハスキーのバイト先になんかちっちゃい鳥がよく来るみたいな。で、その鳥と全く同じ鳥が俺と遊んでる時に来てなんか、それをハスキーがそのなんか表現的にね、あ、この子、バイト先によく遊びに来てくれる子やみたいな。めっちゃ可愛い言い方した。いや、鳥さん来てくれたら、ね、そう、遊びに来てくれる子やみたいな言い方したのが俺は好きだったな。でもなんかそういうのもなんか直感的に言ってる感じ、何も考えない。確かに何も考えずに言ってる感じやろ。そうな。で、外部と接し方は J。J ですか？ J。もう全然絡まへん、人と。あ、だ判断してからじゃないと。そうです。だ高校も一緒やって、幼少中高一緒やって、はい、うん、だもう高校は入りたてとかは、うん、やっぱその外部との接し方が判断型やからか、ずっと机にウップしてたもんな。ウップしてた、友達が全然できない、そうや、その運動会とかも、うん、そのみんなが食べる教室と違う校舎の廊下だと一人で。そんなんだよ。俺知らん時はまだ会ってない時ね。だから、うん、INFJ ですよ。INFJ これは絶対当たってかわいそうな子なんや。INFJ 悲しき人ってあったら絶対当たってないよ。上は俺はいきますか、はい、じゃあ俺は ENFPENFP。 もうだいぶちゃう、2つちゃう、まあ、NF、 いやだからまあ NF は分かったよ。うん、え、でもこのすごい E はさ、 E はつってから興味関心の方は俺結構 E なんじゃないかな。えー、そっち、それこそマーベルも、うん、俺が勧めた見てくれて、ほんであれ結構長いねんで、マーベルって作品、そう、あれを全部見てくれたよ。じゃあやばいか、バーッとハマって見た、そう見てくれたし、うん、え、なんか結構いろんなとこに、なんていうんやろ、興味持ったら、やりたいな、やりたいなって言うイメージがある。いや、それ最近ちゃう。いや、最近でええやろ。最近を知らんすぎるわ、それは。昔やった結果じゃない。昔を知らんすぎる。ほんで、まあ、ちゃうの P か。そうや、ここがちゃうな。 P は、ほんまに、ちょっと、わからん、ほんまに P だけずっと迷うのよ。外部との接し方だけ。え、どう迷ってるの、これは。判断が、いや、この、考えてる、判断してるっていう感じもちょっと見受けられへん。ハスキーは大学の時にね、うんうん、ハスキーだけ大学違うんですけど、そうですね、むっちゃおもんないグループと一緒におったんですよ。やばいって言うだよ、俺。一瞬だけな、一瞬だけむっちゃおもんないグループだったよ。それでもその2回から脱却したやんか。うん、脱却。だからその感じがその判断だったんじゃないかとかも思う。だいぶ、いや、だから遅いっていうのがあって、判断だったっていう。だから P にしたい。あ、なるほど、じゃないなと。なるほどね。うん、これマジでやばい。いや、片方を分ける。確かに。何点と何点なの？いや、俺が1.0やから。ああ。1.0。
なるほどな。そう。まだここで点は動かへん。うまそうやな。だからここだけや。あとはここは。いや、頼む。正解は。ENFP。梅村がよっしゃーよっしゃー、ほらそうやねん。お前 ENFP になってんて。だから友達も増えたし、そうそう、校舎別のところに食わんでもよくなったんや。最後俺食堂で食べれたもん。お前は今 ENFP やねん。上村逆転。逆転。興奮すぎて。いや、これすごない。マジフルで当てたん。え、だってハスキーと同点だったよ、これで。うん。お前すごない、これ。お前のこと何もわからんわ、ごめん。以上、MBTI で見る NSC 素敵アマルフィンでした。ありがとうございました。